始めましたはいそこエブンポですねはい今回から新しい単元に入りますねいやー僕ね中学校の時にね武道のね選択があってさ剣道を選んでたんですけどまあ、友達のね博多からやってきたね松原くんはね、えー、なんでお前剣道なんだ男だったらやるんだったら柔道たいって言ってました はい嘘です。単なる作り話です。<laughs> ということで、はい、今回は受動体をやっていきたいと思います。はい、では1問目いきましょう。Let's go ahead and do it. なって g なんとか ?by just waiting. って言ってます。will be gained, will gain, has gained, gains. っていう風になってます。まあ、これは分かった人も多いんじゃないかなと思いますね。go ahead ですね。do it, しなよって言ってます、えー。何もこうですよって言ってますね。何もこうですって書いて、by just waiting 待ってるだけでは、まあ、by 足す ing ってやつですね。この前置詞足す同名詞ってやつですけど、まあ ってるだけじゃ will be gain. です、ねはい、何も手に入らないよっていう受動体の形になってるやつですね。っていうですねやつなんですけども自動した動詞って多分習ってますよね覚えてらっしゃいますか自動した動詞どっちですか原因は。はい。ゲイは他動詞ですね何かを手に入れるですねんとかを手に入れる。他、はい、動詞っていうのは後ろに何が必要ですか そう目的語ですよね。原因は後ろに目的語が必要です。他動詞は後ろに「王」を取ります。他動詞は後ろに「王」を取りますよ。はい今回見てみると後ろにはないですね。バイタス i n g 全知識と言われるものがあって「王」って何しら覚えてますそう名詞ですね王はね。名詞がなきゃいけないのに名詞がいらっしゃいません。なんでいないのっていうところなんですよ。これがポイントです。 え受動体受け身にすると O が1つ減るというルールがありますのでなんで受け身にすれば他動詞の目的語は前に出てきて主語の位置に出てきて消えるんですよだ SVO は SV に変わるし SVOO は SVO に変わりますね SVOC は SVC に変わるわけですねだからこれももともとの能動体にしてまあ何でもいいです people」でも補っておいて「people nothing will be gain」っていうのを「people will gain nothing」ですね。By <just> waiting. 待ってるだけでは人々は何も手に入れられませんっていうですね。これを文とってみる SVC はい、O ですね。はい、目的をいらっしゃるじゃないですか。まあ、やったでしょ、これは S と O はイコールが成り立たない人々となってんがはイコールじゃないですね、とかってやったやつです。SVO だったのが受動体に変わるとなっ t t が前に出てきて O が1個減ってますね。なって t を n g b a i n っていう風になります。これが受動体と言われるものです。わ <laughs> かりましたね。で、特に引っ掛けとして、このね、完了形っていうのが同じように過去分詞取るじゃないですか。発言で。で、これが能動体だって気づかなきゃいけないですね。ハードす過去分子。これは能動体だよっていうのに気づくっていうのが大事になります。はい。これは簡単すぎだと思うんで。まあ時間 もうちょっとねレベルポンと上げますけどやってみたいと思います次「the boys should not なんとか the ice cream but they did ate be eaten be eaten have eaten」っていうふうになってますねはい大丈夫ですねはい分かってますよもちろんですねあなたが「あ今回は受領体だからビータス過去分子だ」って言ってですね2番にスパーンっつってね飛びついてないですね大丈夫ですねボーイズたちが食べられちゃダメです <laughs> ボーイズたちが 食べられるべきではないとかでね。ダメですよ。さらに見てください、ほら。後ろにアイスクリームっていう名詞いらっしゃるじゃないですか。SV 何ですかこれ。ボーイとアイスクリームはイコールじゃ、ナすね SVO なんですよだから SVO の O を取ってんだからこれ目的語取ってんだから能動体じゃなきゃダメなんですよ受動体にできないってことをちゃんと分かってくださいね8はまあまあシュッと助動してる助動してるのの過去形おかしいし食べられちゃうはおかしいし目的語取ってるのに受動体になってるのはおかしい受動体になったら O が1個減らなきゃいけないんだからハれだックいイもダメで「s h o u l d n o b e e a t i n だったら今食ってる「s h o u l d n o t h a v e e a t e n はそうすべきではなかった たのにしちゃったったててやつでですすすよねね覚えてます、ね、これはいそうです今まで習った助動詞とですね重ねたんですよこれ。ばでデイデだからはい食べちゃったんですよアイスクリーム食べるべきではなかったのに食べちゃったんですね。ということでこれが正解です。すべきではなかったですね。シュートノットハブ過去分詞ですね。すべきではなかったけどしたよっていう意味です。なんでこれがぴったりだっていうことですね。え、受動体って言った時に受動体じゃなくて助動詞のところ挟めます。だって何が出てくるかわかんないですから本番の入手ではね。あなたがいわち 受動体だからきっと受動体のものが正解になるんだとかってねそんなふうに考えてることはお見通しですちゃんと頭使って能動的に考えてくださいね受動的にやらないでくださいね待ってるだけでは何も得られませんはいそれではいきます次会話になってますねはい私が頼んだレポートどこ ask for ですねんとかを頼む「l d なんとか care of by Jack last week be taken be taking have been taken テイクっってていう風になってますで私は「頼んだレポートどこ?」って言って「ダッシュ」って言って「あなるほど」V 来てこれ「テイク」がケアを目的を取ってんですねって言って「能動体だ!」って言って「バーン!」って言ってはいけませんなんか変なとこないですかこの分そうですよねここ全知識2個重なってるんですよ気持ち悪いって思ってくださいねなんでこんなところに全知識が2個重なるのそんなのありえるの普通はありえませんねなんでこうなってるのっていうふうに考えてくださいそしてこののがが指すものが リ、ね、ポートですねリポートっていうのが「テイク・ケア・オブ」世話するっていうのも変じゃないですか。そうだから意味で考えても形で考えてもあれ変だなって思ってください。これジャックによって「まあ、ラスト・ウィーク」は先週っていう過去を表す表現ですよね。福祉ですよ福祉。でここに入るのさあどれって言った場合にそうです。受動体だと思わなきゃいけないわけですね。 多動詞として働くってやつですね。これが多動詞の役割をするんだよっていうやつです。普通はね、多動詞じゃないと受動体にできないですよね。自動詞っていうのはだって目的語を取らないんです。で、さっきやったでしょほら、受動体にすると目的語が1個減るわけですから、普通は目的語を取ることのできる多動詞さんだけなんですけど、若干ね、キャラクターによってはセットで多動詞になれるキャラクターっていうのがいるんですよ。だから、take care of とかね。有名な look ッ t とかね。 セットで1個の他動詞のように働くことができるよっていうのがありますルックダウンオンとかね下に見る軽蔑するとかねああいうやつがセットで他動詞として働いたりすることができますルックは自動詞なのにね電子の力を借りて他動詞として働くなんてこともあるんですねでこうやってやれば意味が通るだからまあ能動態をぶった切ってやりましょう定、はい、であとは時勢ですねこれいつの話ですかそうラストウィークだから過去の話ですねだから過去になっているのはどれって言ったら そう、have been taken ですねこれがシュートプラスハブタス過去分子、まあ、いわゆる助動詞足すハブタス過去分子ってやつですよねこうされてるはずだって意味のシュートですねこれねここまで動詞だったんですよね should、I、have been taken care of っていうふうになりますだそれはジャックによってケアされてるはずだよっていうふうに言ってましたではいこれまた受動体だとよくわかんないよってい人いるかもしれないんでじゃあこれ能動体に変えてみてくださいダッシュなんとかケアオッバイジャック・ラスウィークを能動体の分にしてみるとはいできましたかそうするとジャック はい。っていう風になりますね。Jack should have taken care of that last week. まあ、should have なんですべきだったにしなかったっていう意味と、なんとかしたはずだっていうのがありますね。Jack が、はい、この同士として、それを先週やったはずだって言ってるんですね。ちゃんと SVO で受動体になって SV になってるよっていう形ですね。take care of っていうセットで他動詞として働くやつがあるよ。こういう問題ですね。はい。出やすいですね。 はい次 I'm having my house なんとか at the moment.So could you come over next Friday instead?Be painted, paint, painted to paint っていうふうに言ってます。はい。受動体にはですね、ただただ B e 同士たす過去分子だけじゃないんですよ。他のキャラクターだって登場するので、それをちゃんと分かっておかないといけません。私がこうしてるよ。あ、これ所有するのはハブじゃないか。進行形使いますからね。持っているの場合は進行形ダメだけど。I'm having my house、house を。 こううしていますそうですそで s v o C ってやつですね C の位置に取れるやつ何ってやつで、ね、ハブが取れるのはどれっていう問題です。で O と C のところですけど、まあ、もちろんハブにはですねさせるっていう意味もあるのでハウスにペイントさせるおかしいですね家さんがペイントしてるのはおかしいでしょうこういうのありえないですね。SVOC の C の位置に2ステージ取れないからハブでハウスをペイントしてもらってるっていう意味の場合はそう原形置けませんので。 はい受け身の時ね。The、painted になりますね。I'm having my house painted。してもらうという意味の Hub ですね。この表現もちゃんと知っておかなきゃいけない。はい、現在塗ってもらってる最中なんだよ、勉強。だから、Could you come over next Friday instead? 代わりに来週の金曜日に来てくれないっていうふうに言ってます。SVOC ですね、まあ。いずれこの Hub とかね、私益同士ってやつですけどね、きちんとやりたいと思います。このね受け身、やってもらうっていう意味と、他にもあるじゃないですか。こういうのもやったよね、多分ね。I had my wallet stolen. みたいなの習いましたそうそうそう「私はウォレットを盗まれました」みたいなね被害のハブとかっていうのでも出てきます恩恵を受けてるねやつもあれば被害も表せるのでこれハブは要注意ですでオートシ C にはどういう関係が成り立つって習いましたこれもいずれねやると思いますけどやっぱこの SVO 紙とかで文系ってやつなんですけど受動体とちょっと切り離せないのでオートシ C にはそう手術の関係さあのイコールっていう覚えるのはやめた方がいいですよ応用効かないから。 巴尔斯吧。 ペイントされる側だし、財布は盗まれる側ですね。この手術の関係っていう風に言いますね。ということで、現在ね、ペンキ塗ってもらってる最中だから来るんだったら臭いんでしょうね、多分ね。とか、もしくは作業してる人がいるんでしょうね。ということで来るんだったら来週の金曜にしてというのでした。ネクストフライですね。次の企業じゃないですよ。来週のという意味です。私の論文に書いてありますけど。はい、ということでした。できましたかね。という感じで、いろんな形で受動体って問われますので、ただただ意味的に考えてされる側だとかっていうのでは、あまり解けないような問題が出てきますので、そちら押さえておいてください。じゃあ、次回ですね。もっとレベ レベルが上が上った受動体ですねどういうふうに出題されるのかっていうのを見ていきたいと思います。あまりね、問題集やってれば、まあ、見たことあるかもしんないんだけど、あんまり載ってないようなパターンもあったりするので、実はね、いろんな形で出題されているので、そちらを見ていきましょう。はい、この動画が良かったら、ぜひとも高評価、チャンネル登録、そしてクラウドファンディングのご支援も忘れずに。